はい、皆さんこちら高橋です。ちょっと皆さんに今日はですね、ご連絡とご報告プラス、面白い体験談、とんでもない体験談が出ましたので、ちょっとこの場を借りてご報告したいと思います。まず一つ目のご連絡です。今回購入者映像教材、大の字になればあなたは最強の映像教材購入者多数になりましたので、また今回も特典をつけたいと思います。いや本当にありがとうございます。皆さんのおかげで、とんでもなくね、弓道の実力上がるだけじゃなくて、実力も上がるだけじゃなくて、みんなが本当に各々的中率が7割になったとか、射形が改善されましたとか、姿勢の改善に役に立ってますとか、この弓の引き方でさらに強い弓が開けたみたいな報告がたくさん来て、本当に嬉しく思います。というわけで今回皆さんに感謝という意味を込めて、今回だけ、今割引期間でやってるんですけど、今回だけ、非公開の動画っていうのを、ね、ちょっと撮りたいと思います。だいたい20から30本ぐらいを個別でお送りしたいと思います。これ今回だけ買ってくれた人だけです。メールなんで、その専用の URL とかに載せないので、それでね、皆さんに役に立っていただければと思います。今回だけ僕がお話ししているこの姿勢の作り方とか、そういうものを解説した動画、今回の、大の字の斬新の内容に加えて関連する非公開の動画20本から30本、これ付け足して、今回申し込んでくれた方にだけたくさん、今回だけですお送りします。30日まで、やってますので、ぜひ買っていただければと思います。これがまず一つ目の連絡ですね。で、もう一つあります。それがなんとですね、今回、これはね、あまり情報は言えないんですけども、60後半で37キロの弓を開けてしまったという体験談が出ました。これちょっと正確にお話しすると、その方はですね、60をもう優に超えている方です。で、強い弓を引くのに勉強しました。で、30キロの弓を引きたい、このね、60後半で30キロ引くってもうまず無理だと思いますけど、いろいろ体のことを勉強したり、姿勢の作り方とかを勉強したら、めちゃくちゃそれができるようになったということなんですね。で、ある時、私が30キロの弓、じゃあ貸しますよみたいな感じでパッてこうやって渡したらですね、結構強かったらしいんですね。いや30きついなみたいな感じで言ったわと。で、それを弓引いたんですけど、やっぱちょっと難しいと。握り革を変えたりとか、ツールを変えたりとか、ツールを変えるとね、実は弓って開きやすくなるんですよ。実は素材を変えると。そういうのを知識使ったりとかして、引き方を変えたり、姿勢を変えたりとか、いろいろやったんです。そしたらね、今回最後ですね。最後の最後で弓が開けるようになったんですよ。で、いやー、これね、開けるのすごい大変だけど、ちょっと一旦、家に持ち帰って、いろいろなりを調整して、ちょっと高橋さん、来年はこの弓攻略、一本開けたけど、ちょっと やるようにしますわって言った後に、その人からすげえ面白いメールが来たんですけど、それが、実はその弓37キロあったらしいんですよ。だから、本当だったら30キロのつもりで引いてたら、実はプラス7キロもあったんですね。で、それその時気づかなかったんですよ。気づかなかったんだが、一生懸命頑張って開いてるうちに開けるようになって、37キロだったってことです。その人はもう絶対無理開けないっていうふうに言ったんで、マックスまで引けてないにしても35キロ34キロは出てるんで、はい、それいやもうそれ相当やばいです、相当やばいです、本当すごいです。はい、なので来年はですね、余裕で30キロは開けるというふうに思います。で、今回こういう話が起こって、分かったことをちょっとお話しします。要はね、もう姿勢なんですよ。要は大の字です。もう腕の筋肉と足の筋肉を伸ばす以外ないです、弓道でやることって。っていうかもうそれ以外しか本当に弓道の実力を伸ばす方法はないと思います。はい、じゃあその、弓を開けた人ってどういうことをやったんですかって直接聞いたんですよ、直接。そしたら、いろんな弓の開き方を試した結果、やっぱりしっかり体重が落ちているのが大事だとか、腕の筋肉がしっかり伸びている方法が大事だとか、いろいろ言われたんですね。でもそれらの内容はすべて私が聞くに
もう要は腕の筋肉が伸びてて体重が最初に下に落ちないと無理なんです。 無理ゲーなんですよね。ですからこれ皆さんにも言えることなんですけど、どんなにいい知識を持ってたって、どんなに、弓の開き方知ってたって、それできなかったら使い物なんないんですよ、その知識って。でね、それ重心落とさないと無理です。それどうやって落とすんですかって言ったら、あ、もう大の字だけですね。正しく落とすのは、そう、重心落とすのにもちゃんと正しく落とせるか落とせないかっていうのもあるんで、大の字しかないんですよ。はい、こんな、ね、60後半になって37キロの耳を実は開けてしまったみたいな話なんて、まあ普通だったら考えられないと思うんですけど、できちゃうんですよ、立前の者だったら。できちゃうんですよ、腕の筋肉も足の筋肉伸ばしちゃう。腕の筋肉と足の筋肉にも伸ばし方があって、腕の筋肉足の筋肉の伸ばし方を覚えるだけでいいんですよ。いろんな射形とかいろんな肩を揃える方法とか、いろいろなんか力を抜く方法とか覚える必要ないです。っていうか意味ないです、その方法。何その手首の力抜くとか左手の押し方変えるとか、そんなの変えたってやっぱ実力伸びないです。もう一番最初、姿勢重心、もう姿勢です。もう1に姿勢、2に姿勢、3に姿勢です。その姿勢を覚えるのは大の字です。ただ背筋をピンと伸ばして背中よくしましょうって言ったってやっぱ無理なんですよ。最初にもう姿勢、次に姿勢です。もう何、歩き方、立ち方、座り方、うんちゃらかんちゃら、もうそんなんはもう二の次です。いや覚えてもいいですけど、どうせできないです。安心を、必ず失敗します。ですからもう最初に姿勢を覚えてください。そのための大の字になればあなたは最強、大の字になればあなたは最強ということですね。はい、まだ3日間ありますので、ぜひ購入していただければと思います。以上です。今回の内容はまず1つ目、特典です。今回30日まで買っていただいた方のみ、非公開動画をさらに20本から30本付け足したいと思います。プラス2つ目のご報告があります。大の字になればと、あの大きな成果を出すことができるんです。それが37キロ60後半の人にも開けるってこともできてしまうんですよ。皆さんもさらにレベルを伸ばしてください。ありがとうございます。